エルルージュ政権下のミニシュカンボジアで行われたジェノサイドの生存者として、また絵がキリングフィールドの題材となったことでも知られている。1942年、アンコール遺跡に近いカンボジアのシェムリアップで公共事業に従事する父のもとに生まれた。学校でフランス語を学びながら、独学で英語を勉強し、後に米軍から通訳として雇われることとなった。 米軍との関係が切れた後は、イギリスの映画撮影隊と働いたり、ホテルのフロント係として勤務したりしている。1975年、ニューヨークタイムズの記者シドニー・シャンバーグと出会った。そして、写真の撮り方を独学し、シュトプノンペンが、クメール・ルージュの舞台によって陥落する様を、取材するために、シャンバーグらと共に、カンボジアに残った。 プノンペン陥落後のクメールルージュ政権下では、シャンバーグなどの外国人記者は国外に出ることが許されていたが、カンボジア人であるディスは許されなかった。また、知識人であることがわかると殺されてしまう恐れがあったことから、ディスは教育を受けていたことやアメリカ人の知り合いがいることを隠し、タクシー運転手だったふりをした。1978年12月に、 ベトナム軍が、クメール・ルージュ政権を倒すまでの4年間、ディスは、カンボジア軍により強制労働収容所で働かされ、上と拷問に耐えた。ディスは、軍の一団や、彼が40マイル余りの逃避業の際に目撃した、犠牲者の白骨死体について触れ、キリングフィールドという単語を作った。クメール・ルージュ政権下ディスの3人の兄弟も殺されている。ディスは、 その後シェムリアップに戻ったが、そこで家族や親類50人が殺されたことを知った。ベトナム軍はディスを村長にしようとしたが、アメリカとの関係が発覚することを恐れて1979年10月3日にタイへと逃亡し、シャンバーグ記者と再会を果たした。1980年からディスはアメリカでニューヨークタイムズ社の報道写真家として働いた。 1986年には、妻と共に、アメリカ国籍を取得する。なお、ディスは、その後二度の離婚を経験している。ディスは、報道写真家として活躍する一方で、ディスプランホロコースト認知プロジェクトを立ち上げるなど、カンボジアでのジェノサイドによる犠牲者のことをより、知ってもらう運動を推進した。1998年には、エリストを名誉メダルを受賞している。 2008年3月30日、アメリカニュージャージー州ニューブランズウィックで亡くなった。65歳没。3ヶ月前に末期の膵臓癌であることが診断されていた。ABCDEFGHIJ マーチン、ダグラス、ディスプロン、キリングフィールズフォトグラファー、ディエスワット65、ザ。 ニ<ッ>ューヨークタイムズ、http://www.nytimes.com/.2008/.03/.31/.nyregion/.31dith.html, r="1&hp&",off="login", this. プロン a, フォトジャーナリスト for the, ニューヨークタイムズ・フーズ・グルーサム・オディール、イン・ザ・キリング・フィールズ・オブ・カボチャ・ワズリ、クリエイテッド・イン・エイ・1984ムービー、ザット・ゲーブ・ヒム・ア・イ・エミナンス・ヒ・テネーシャスリー・ユーズ・ド・ツー、プレス・フォー・ヒーズ・ピープル、エス・ライツ。ダイド・オン・サンデー・アット、エイ・ホスピタル・イン・ニュー・ブランズ・ウィック、NJH ・イ・ワズ・65・アンド・リブ・ドゥイン、ウッド・ブリッジ、NJAB、映画、キリング・フィールドのモデル、 ディス・ブラン氏が死去。AFPBB ニュース2008年5月12日閲覧。ありがとうございます。